モズチは大阪市住吉区にある池。池の周辺はモズチ公園として整備されている。池の周囲は約700メートル。歴史ははっきりしないが上町大地の侵食した谷をせき止めて作られたと言われている。聖徳太子がマンダラ行をあげて池に住む魔物を沈めたという言い伝えからマンダラ池が転じてモズチという名称になったと伝えられている。 明治時代までは考え地として利用されていた。大正期、昭和初期には東側に、京楽園という遊園地があった。大阪市は、池とその周辺4.4ヘクタールを整備し、1940年6月1日に、モズチ公園として開園させた。池を取り囲むように桜の木が植えられている。モズチ公園の桜は、近隣では、 花見の名所として知られている。モズチ及びモズチ公園の読み方は、マンダイイケとバンダイイケの二通りがあり、地元では両方の言い方がされている。池を管理する大阪市が作成している資料でも、2000年代半ばまでは、マンダイイケという読みを採用しているものと、バンダイイケという読みを採用しているものの二通りの資料が存在していた。 現地に2000年代半ばまでに建てられていた看板には、もずち公園の漢字表記の横に、バンダイケと振り仮名が振られていた。また、住吉区役所の英語版ウェブサイトでの区内の災害避難場所の一覧では、広域避難場所に指定されている、もずち公園について、バンダイケパークと表記されていた。一方で、住吉区役所ウェブサイト内の子ども向けページ、キッズページや、 大阪市の外閣団体、財団法人大阪市スポーツ、緑振興協会のウェブサイトでは、漢字表記の、モズチ公園に、マンダイケと、振り仮名が振られている。また、住吉区役所の英語版ウェブサイトでの、区内の名所案内によると、モズ池の紹介のページには、マンダイケパークと表記されていた。住吉区役所は2009年、区での表記は、マンダイケを採用するが、 万代池とも読まれることがあるという見解を示している。住吉区役所のウェブサイトでは万代池と万代池の読みを併記する形に変更されている。なお、池の周辺の町名のモズは万代と読む。ただし、当地付近にある大阪市 A バスの停留所、モズ東2丁目は、現在の車内アナウンスでは万代東に 町目となっているが、住吉区に住居表示制度が導入されるまでは、万代東に町目とアナウンスされていた。大阪市住吉区万代三丁目、京楽園もず池のあぜに短期間存在した遊園地。ありがとうございます。